中途採用されたある職場でのこと。同じ日に入社したことで仲良くなった A。A は社内のおつぼね様グループに入りたかったみたいで、あからさまに追従的なことを始めて、正直ドン引きしてた。おつぼねさんたちもドン引きだったようで、はためにはどう見てもうざかられてるようにしか見えなかった。っていうか、ややいじめの対象になり始めた。おつぼねさんたち、周りにひそひそして A を孤立させようという空気。女子社員を全員誘ってランチ、あるいは飲み会。ただし、A のみ誘わず、置いてけぼりとか。A と一番仲良かったのは私だったので。私もおつぼねたちに同調すれば、ハブ計画は完璧だったんだろうけど。私は、おつぼねたちの行動にもドン引きしたし、A への同情もあって、みんながシカトする中で、A に普通に話しかけたり、あえて、おつぼねたちの前で、今夜電話するね。と、A に声をかけたりした。結局、A は音を上げて、退社しちゃったんだけど、その後も、よく電話がかかってきて、おつぼねたちへの愚痴や、孤立させられそうになって、どんだけ辛かったかとか、私が気にせず話しかけたことで、いかに救われたかみたいなことを、しょっちゅう聞かされた。A が辞めた後、おつぼねたちのターゲットになったのは私。まあ、そうなるとは思ってたんだけどね。驚いたのは、A の行動。すでに退社して数ヶ月なのに。A は、なぜか、就業後に、会社にたびたび来るようになったんだけど。初めて見たとき、私に用があるのかと思ったら、おつぼねさんたちに呼ばれた。とのこと。それ以降は、私と目が合っても、目をそらし、声をかけると、あ、うん、という感じ。おつぼねさんたちが出てくると、あ、どうもどうも、とニコニコしながらそっちに走ってく。そして、それ以降、私に電話をかけてくることはなくなり、私がかけても、今忙しいんだよね、と切られるように、おつぼねたちは、A の時と同様、私をハブにしようと画策して、なぜか、その要因に、社外の A まで巻き込もうとしてたみたい。ただ、A の時と違い、おつぼねたちがどれだけ根回ししても、他の人たちが同調しなかった。わざわざ電話してきて、今日、おつぼねさんにお茶に誘われて、私さんの悪口をいっぱい聞かされたんだよね。とリークしてくれる人が多数。最初はニヤニヤしていたおつぼねさんたちだけど、根回ししたはずの人たちが、全員、普通に私に話しかけたりと、いじめ計画がうまく運ばないのを見て、苦虫を噛みつぶした顔になり、しばらくして、おつぼねたちの方から折れてきて、以前の普通の状態に戻った。それからしばらくして、また、A から電話が来るようになった。こちらの様子を伺うような、卑屈な感じ。うぜえ。と思ったけど、こういう子は、適当にあしらう方がいいなと思ったので、A の雑談を、ひたすら聞き役に徹して、20分くらいしたら、ごめん、そろそろ切るね。と切り上げ、誘われても、ああ、その頃は忙しいし、で流し続けたら、多少の恥は知ってたみたいで、5回目くらいで連絡はなくなった。